ここで横浜市消防局からのお知らせです。横浜市では大きな災害が起きた時に被害を小さくするための取り組みとして、地域の皆様の自分の身は自分で守るという自助、助け合いによる共助の取り組みを促進しています。またそうした地域防災力の中核的な役割を担うのが消防団です。市内には20の消防団があり、それぞれの地域の安心安全を守っています。現在横浜市では消防団員を募集しています。市内在住在勤または在学中の18歳以上の方であればどなたでも入団ができます。地域の防災減災のために一緒に活動してみませんか？入団に関するお問い合わせはお近くの消防署または会場内の消防団員消防署員にお気軽にお尋ねください。続いて海上保安庁からのご案内です。海上保安庁では皆様が安全にマリンレジャーを楽しめるよう、海浜事故ゼロを目指し海の安全運動を行っております。7月の1日から8月31日までの2ヶ月間を重点期間としています。ここでマリンレジャーシーズンを前に皆さんに3つのお願いがあります。海に出かけるときは、1ライフジャケットの常時着用、2防水パック入りのスマートフォンなど連絡手段の確保、3海の事故など海に関する緊急連絡先は118です。海のもしもは118と覚えてください。続いて横浜スパークリングトワイライト2018海のイベント夜の部のご案内です。午後6時50分よりイルミネーションを施したたくさんの船舶が山下公園前に集まるトワイライトジュエリーポート、午後7時30分より盛大な花火が打ち上がります。今年は7年目ということで、例年に比べさらにグレードアップした花火を予定しております。もう少々お待ちください。